声の三重県だより、県政だより三重、令和元年、2019年、11月号、ナンバー424、三重県の県政情報をお届けします。毎月1日発行、毎月第1日曜日、新聞折り込み、 次号のお知らせ12月号は12月1日日曜日に新聞織り込み予定です注目情報学校、家庭、地域の連携で子供たちの粘り強さがアップ4月に実施の全国学力学習状況調査の結果が 5教科中4教科で全国の平均正答率以上となりこれまでで最も良い結果となりました今回の結果は学校のできなかったことをできるようにする取り組みや子どもに寄り添ったきめ細かな指導家庭での生活習慣の確立に向けた取り組み地域による学習支援など学校・を 家庭・地域が連携してきたことが実を結んだものです。今後もオールミエで子どものやろうとする意欲や取り組んでいる家庭の頑張りを認め励まし褒めていきましょう。すべての各問題で最後まで回答を書こうと努力した。平成31年。 児童生徒質問紙調査より、国語、小学校、三重県、前回より4.1%プラスの82.5%、全国平均80.4%、中学校、三重県、前回より 7.8%プラスの81.3%全国平均79.8%算数数学小学校三重県前回より11%プラスの81.9% 全国平均80.7%中学校三重県前回より4.9%プラスの63.1%全国平均60.8%特集 子供たちが健やかに育つために、県では子供たちが夢や希望を持ち、安心して成長していけるための事業を進めています。今を生きる子供たちは、時代の見栄を担うかけがえのない宝物です。子供たちの未来が明るいものになるよう、県では様々な分野で事業を進めています。 本号では子供虐待防止の取り組みといじめ防止の取り組みをお伝えします。子供虐待防止の取り組み。県では子供を虐待から守る条例に基づき市、町、関係機関などと連携して子育て家庭への支援や 社会全体で子供を育てる機運の醸成などに取り組んでいます。未然防止、男性の育児三角推進、予期しない妊娠のための相談、赤ちゃんの泣き声を温かく見守るプロジェクトなど、安心して産み育てられる環境づくりを進めています。また、 市長による妊産婦や乳幼児の健康審査、乳児がいる家庭への訪問、育児不安を抱える家庭への援助など、妊娠期から切れ目のない支援体制の整備を推進しています。早期発見、保育所、学校などの関係機関や地域社会が 子どもや家庭のいつもと異なる様子に気づき、相談ができるよう窓口の周知を図っています。相談や通告を受けた児童相談所や市長は、迅速に情報収集を行い、関係機関と連携して対応します。保護及び支援子どもの安全が守られていない恐れがあると判断した場合は、 児童相談所が子どもを一時的に家庭から離して保護を行います。また、家庭訪問や子ども・保護者との面接などを通じて、親子関係の修復や家庭環境の調整を図ります。イラスト子ども・保護者を中心に、市・町・医療機関・里親・ 児童福祉施設、地域社会、学校、幼稚園、保育所、警察、児童相談所が囲うように書かれています。イラストをわり、11月は子ども虐待防止啓発月間です。子どもや子育て家庭を守るために、 オレンジリボンには、子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。虐待かもと思ったときの連絡先、お住まいの市長の児童福祉担当課、または児童相談所、全国共通ダイヤル、電話189いち早く、 一部の IP 電話からはつながりません。予期しない妊娠のための相談電話。妊娠 SOS 見え妊娠レスキューダイヤル。電話090-1478-2409。電話していいよ悩み妊娠レスキュー。 月曜日、水曜日、午後3時から6時。土曜日、午前9時から正午。祝日、12月29日から1月3日は除く。問い合わせ先、子供福祉部、子育て支援課。電話、059-224-2883。ファクス。 059-224-2270メール kodmok.pref.me.lg.jp、ok、o i いじめ防止の取り組みストップいじめみえのロゴのイラストがあります 11月1日から30日は三重県ピンクシャツ運動を実施社会総がかりでいじめの問題を克服するために県では三重県いじめ防止条例を制定し毎年4月と11月をいじめ防止強化月間と定めていますその強化月間の取り組みの一つとして いじめ反対運動。三重県ピンクシャツ運動を推進しています。対象、個人、グループ、事業所、団体、学校など。ピンクシャツ運動とは、2007年にカナダで誕生したいじめ反対運動。ピンク色のポロシャツを着て登校した男子生徒がいじめに遭い、 それを知った他の生徒たちがピンク色の服を着て登校したことで男子生徒へのいじめがなくなったことに由来しますこの運動はカナダ全土から世界各国へ広まりいじめの問題について考えるきっかけとなっていますピンク色のシャツや小物を身につけていじめ反対の意思表示をしましょう いじめ防止応援サポーター募集中県内の事業者、団体及び個人を対象にいじめ防止の取り組みに協力いただく三重県いじめ防止応援サポーターを募集しています取り組み内容いじめを発見した場合に学校へ情報提供するピンクシャツ運動 その他、啓発運動への参加など、三重県いじめ防止応援サポーターで検索、問い合わせ先、教育委員会事務局、生徒指導課、電話、059-224-2372、ファクス、059-224-3023、メール、 s e i s h i pref.me.lg.jp 知事の皆さんここに注目社会全体で守ろう子供の未来知事のコメントが動画で見られます プリモ AR マークがあります11月11日から12月10日は差別をなくす協調月間です無知無関心それは差別を残すこと1948年昭和23年12月10日国連で世界人権宣言が採択されました このことから県では11月11日から12月10日を「差別をなくす協調月間」と定めさまざまな啓発活動に取り組んでいます人権を郷土の偉人から学ぶ北海道の名付け親として知られる三重県出身の探検家松浦武四郎は蝦夷地の調査で アイヌの人々と出会いました生活を共にする中でアイヌの豊かな文化や優しさに触れ力強く生きる姿に心を動かされた一方和人がアイヌを酷使する現状も目の当たりにしています「和人」とはアイヌ民族に対して日本で一番人数の多い人たちを指す言葉。 武四郎はアイヌの生命や文化を守るため9,800ものアイヌの地名や生活人々の現状を事細かに書き残し強制を訴え続けましたしかし時の権力者にそれらを抹殺される恐れがあったため「不退不育」として後世に残すことに力を尽くしました 生育とは「貸さない売らない」という意アイヌへの差別が蔓延していた時代において武四郎のように文化の違いを正しく理解し多様な価値観を受け入れようとする姿勢は時代を超えた今にも通じます私たち一人一人が関心を持ち武四郎のような姿勢を 周りや次世代に伝えていくことが大切です県では12月1日に県民人権講座を開催します松浦武志郎の生き方をテーマにした講座もあります詳しくは「里面」「お知らせ」をご覧ください問い合わせ先環境生活部人権課電話 059-224-2278FAX 059-224-3069メール j i n k e n pref.me.lg.jp i 三重人権で検索 新たな制度でより安全で安心に森のごちそう三重ジビエ県では捕獲した野生の鹿などを三重ジビエとして活用していますこれまで衛生品質管理に取り組んできましたが施設及び事業者に加え新たに人材も登録対象とした三重ジビエフードシステム登録制度 を運用しより安安全で安心な三重ジ,ジビエの名称は県が認定する登録事業者に限り使用できます「三重ジビエのお店」と書かれた登録店表示看板の写真があります「三重ジビエフードシステム登録制度」 全国初人材の登録人材ミエジビエハンター登録者が捕獲した個体だけをミエジビエとして扱いますミエジビエ解体処理者登録者が解体処理を行った生肉だけをミエジビエとして扱いますミエジビエマスター 正しい知識や情報を持ち、見えじびへの普及促進を行います。施設及び事業者、解体処理施設及び事業者、加工品製造施設及び事業者、販売店及び事業者、飲食店及び事業者、 厳格な審査をクリアした登録事業者が生産したものだけを、三重ジビエとして皆さんのもとへ届けています。消費者、安全・安心の目印、三重ジビエの名称やロゴマークは、登録制度の登録者が生産した証です。施設や店舗、料理メニュー、 加工品などにつけられており安心して購入できる目印となっています「見えジビエ」と書かれた鹿とイノシシのマークがあります登録者に向けた研修会を実施ハンターを対象とした研修会捕獲止め差し段階における衛生品質管理を徹底し ジビエ利用の可否について適切に判断できるよう研修会を行います。解体処理者を対象とした研修会。処理加工段階における衛生・品質管理を徹底するため、食肉処理加工の専門家を講師に招いて研修会を行います。三重ジビエフェア。 シーズン5開催。令和2年1月31日金曜日まで。家族で仲間で三重ジビエをテーマに、三重ジビエが楽しめるフェアを県内外のレストラン、販売店などで開催しています。期間中は抽選で三重ジビエの商品が当たるスタンプラリーも実施しています。 詳しくはホームページをご覧ください。三重ジビエフェアで検索。広がる三重ジビエ。県では多くの人に三重ジビエの美味しさを知っていただけるよう、県内外における PR 活動など、三重ジビエの普及促進に取り組んでいます。その一環として、ご家庭でも簡単に調理できる 鹿肉なハンバーグや鹿肉のつみれなどの加工品の開発も行っています。三重地ビエのハンバーグの写真があります。問い合わせ先、農林水産部フードイノベーション課、電話059-224-2391、ファクス0 5 9 224-2521メール f-innov.pref.me.lg.jp 三重の自然を楽しもう県内には自然公園として国立公園が2カ所国定公園が2カ所 県立自然公園が5カ所指定されています。自然公園内は、ビュースポットだけでなく、様々なアクティビティが楽しめる体験スポットもいっぱいです。秋の行楽シーズン、自然の中で楽しみながらリフレッシュしてはいかが三重丸ごと自然体験で検索。 山や海で遊んでいる様子など26枚の写真があります。問い合わせ先自然公園について農林水産部緑共生推進課電話059-224-2627ファクス059-224-2070メール midori-pref.me.lg.jp i 自然体験について農林水産部農産漁村づくり課電話059-224-2518ファクス0 5 9 224-3153メール N O zukuri アットマーク pref.mi.lg.jp e 三重の未来につながる人や団体の取り組みを紹介します三重の若者三重の木の良さを伝えたい 野次木材工業株式会社野地信孝さん熊野市大学を卒業後地元に戻り実家の製材会社に就職洋室にも合うヒノキの使い方などオリジナルの商品開発に力を入れているお仕事について教えてください公務店建築事務所への営業や 木を使用した商品開発などの経営企画に携わっています同じ東紀州の木でも一本ずつ違いがあるためその良さを生かす方法を職人と考えながら製材していますまた家を建てる人が木材を知る機械作りとして産地である熊野に実際に来て見て自分が使う木のルーツを知ってもらう 工場見学も開催しています大切にしていることは何ですか東紀州のヒノキは節が少なく密度が高いなど木材の特徴や情報を伝えるようにしています。消費者が木のことを知り自分で木材を選択できればと SNS などでも発信しています。 消費者との直接のつながりを通して、三重の木の良さを伝え、木材が活躍する場面を広げていきたいです。写真、木に合わせて製材し、材木は用途によって使い分けています。との持参、工場内に製材された材木が並んでいます。写真をあり、 優しい見え人も文化もいろいろだから面白い NPO 法人伊賀野たまる伊賀市通訳翻訳や語学講座多文化共生生活相談外国出身の子供の支援など在住外国人と日本人をつなぎ 多文化共生を広げる活動に取り組んでいます。電話、ファクス、059523-0912、URL <www>.、http コロン、スラッシュスラッシュ、www.tsutmaru.or.jp 活動で心がけていることは国や人を紹介するときは身近なものに例えたり立場を置き換えたりするなど一面的にならないよう気をつけています。相手のことがよくわからないから差別が生まれることもあるので私たちの周りにはいろいろな考え方や価値観があることを伝えています。 一人一人ができることは外国人との交流イベントに出かけるなど多文化に触れるきっかけを持ってみてください多文化を知ることは多様性を理解する一つだと思います多様性から生まれる発想の違いは街の力になります誰もが暮らしやすい街をみんなで考えられる見えにしたいです すけが紹介三重のいいとこ動画をチェックふりも AR マークがあります三重県民の森鈴鹿山脈のふもとに広がる森林公園芝生広場や湧き水が流れる流れの広場などのほかアスレチックや3つのウォーキングコースもあります 自然学習展示館では、動物の剥製や草花などの標本が展示されており、自然について知ることができます。住所、三重郡小物町千草7181-3電話、059-394-2350お知らせ 三重県農業大学校、令和2年度学生募集。願書受付、11月19日火曜日から12月5日木曜日。試験日、12月13日金曜日。次代の三重県農業を担う農業経営者などの要請を行う。 県農業大学校校の入校試験を実施します問い合わせ先県農業大学校教務課電話0 5 9 8 4 2 1 2 6 0ファクス0 5 9 8 4 2 5 8 3 5三重県農業大学校学生募集で検索 令和元年度引きこもり講演会日程11月28日木曜日11月15日金曜日までに要申し込み先着順場所県勤労者福祉会館行動当時の気持ち過ごし方家族との関係周囲の支えなどを含めた 引きこもり経験についての講演会を開催します問い合わせ先「心の健康センター」「引きこもり地域支援センター」「電話059223-5243」「FAX」「059223-5242」「引きこもり講演会」で検索。 里親説明会 i 伊勢日時11月30日土曜日午後1時30分から3時30分場所県伊勢庁舎401会議室里親体験談や制度の紹介を交えた説明会を開催します問い合わせ先県児童相談センター 家庭児童支援課電話059-231-5669ファクス059-231-5904三重県里親説明会で検索第2回県民人権講座日時12月1日日曜日 午前9時15分から午後3時30分。場所、県総合文化センター、中ホール、インターネットと人権、松浦武次郎とアイヌの人権、性的指向、性自認に関する人権の3講座を実施します。問い合わせ先、県人権センター、電話、 059-233-5501 FAX 059-233-5511第2回県民人権講座で検索イベント企画展矢の子峠物語日程11月2日土曜日から 12月15月日日日曜日場所県立熊野鼓動センター企画展示室矢野古峠の交通変遷を写真や資料で紹介する企画展を開催します問い合わせ先県立熊野鼓動センター電話059725-2666 ファクス059725-2667企画展矢野お峠物語で検索北中マルシェ2019日時11月9日土曜日午前10時から午後3時場所北西中央公園芝生広場時計台前 クラフト雑貨などを販売する市場やステージイベントなど楽しいイベントが満載の公園祭りを開催します問い合わせ先四日市建設事務所管理課電話059352-0667ファクス059352-0666地域 学フェスティバル日時11月17日日曜日午前10時から午後3時30分場所県総合文化センター内第1第2ギャラリーほか三重障害学習ネットワークの会員による学びをテーマにしたイベントを開催します問い合わせ先県障害学習センター 電話059-233-1151ファクス059-233-1155三重県障害学習センターで検索三重花フェスタ2019日時12月7日土曜日8日日曜日午前10時から午後4時 場所、メッセウィング見栄、展示、BC ホール。県産の花や緑を使った展示や体験、販売など、花の魅力を体感できるイベントを開催します。一部、要事前申し込み。問い合わせ先、農林水産部、農産園芸課。電話、A59。 2 2 4 2 8 0 8ファクス0 5 9 2 2 3 1 1 2 0花の国づくり三重県協議会で検索相談窓口人権相談電話059-233-5500受付時間 平日午前9時から午後5時年末年始を除く法律相談は第3水曜日午後1時から4時要予約人権に関する悩み事について電話・面談により相談できます三重県人権センター相談窓口で検索 医療相談電話059-224-3111受付時間平日午前8時30分から12時午後1時から5時年末年始を除く交代勤務のため対応できない場合があります病気や健康に関する疑問心配事について相談できます 治療内容、医療ミスなどの判断はできません。日程変更のお知らせ10月号のイベントに掲載の秋のフェスティバルは11月9日土曜日が中止となり10日日曜日のみとなりました。11月号プレゼントクイズハテナに当てはまる文字を答えてください。 金号の知事の皆さんここに注目は社会全体で守ろう。はてな。正解者の中から抽選で5人に2020年版県民手帳をプレゼント。柄は選べません。当選発表は商品の発送をもって返させていただきます。 応募締め切り12月2日月曜日応募方法はがきまたはメールで住所、名前、電話番号、クイズの答え、県政だよりを読んだ感想をご記入の上ご応募ください。郵便番号514-8570住所不要三重県校長広報課 県政だより11月号プレゼントクイズ係メール k、oh、o h o p r e f m i e l g j p 三重県の人口世帯数人口178万35人男性 86万9067人女性91万968人世帯数74万3934世帯令和元年9月1日現在スマホやタブレットをかざすと動画が見られます フリモ AR マークが目印です。簡単3ステップ。1、まずはアプリフリモ AR をダウンロード。浮き2次元コードよりダウンロードください。2、アプリを起動しフリモ AR マークがついた箇所にかざす。3、 アキャン後動画が始まります。県のテレビ番組、中京テレビ、吉田沙織の丸見え検定、毎週土曜午後4時55分から、再放送毎週火曜午前1時55分から、三重テレビ、県政だより三重、 毎月第3日曜午後6時45分から県のラジオ番組 FM 三重三重県からのお知らせ月曜から金曜午前7時43分から金曜午後6時25分からこんにちは三重県です火曜 午後6時22分から問い合わせ先編集発行三重県校長広報課郵便番号514-8570津市公明庁13三重県校長広報課電話059-224-2788 ファクス0 5 9 2 2 4 2 0 3 2メール ,k-o-o, h、o、アットマーク ,pref.mi-e.lg.jp、e e. 県庁電話案内各課ご案内電話 ,059-224- 3070いろいろな、県政だよりみえを発信しています。県ホームページ、県政だよりみえで検索二次元コードがあります。http://www.pref.me.lg.jp i 大文字 D、大文字 A、大文字 Y、大文字 O、大文字 R、大文字 I、スラッシュ、index.htm 電子ブック版、pdf 版、声の三重県だよりスマホアプリ、い色、県政だより三重に関する ご意見ご感想をお寄せください展示版音声版をご希望の方はお問い合わせください「県政だより三重は」は県および市庁施設スーパーコンビニ金融機関郵便局などでも入手できますお知らせやイベント情報は県の Facebook や Twitter でも配信しています 以上で、声の三重県だより、県政だより三重を終わります。政策、三重県視覚障害者支援センター。広告、弁護士法人心所属弁護士40名以上。相談料0円。ただし、交通事故被害、行為障害、過払い金、借金、 相続、遺言、労災以外は初回30分程度。夜間、土曜日、日曜日、祝日、相談、課、要予約。交通事故、行為障害、過払い金、借金、相続、遺言、離婚、企業法務、労災、刑事、ほか。交通事故、損害賠償額。 後遺障害適正等級無料診断サービス。過払い金無料診断サービス。遺言書無料診断サービス。津駅法律事務所所属弁護士会三重弁護士会津駅0.5分松坂駅法律事務所所属弁護士会 三重弁護士会松坂駅1分他の事務所名古屋駅岐阜駅豊田市駅東京駅池袋駅柏駅近くイオンモール名古屋港内他総合受付0120-41-2403良い西尾さん 受付時間平日午前9時から午後10時土曜日日曜日祝日午前9時から午後6時12月31日から1月3日は除くその他臨時休業もございます詳細は http://kokoro.com l a シュタル事務所は愛知県弁護士会所属費用につきましては例外もありますので詳しくはホームページをご覧ください本広告は令和元年9月時点のものです個別指導アクシスフランチャイズオーナー募集 三重で説明会随時開催中。教育者として経営者として新たな人生に価値ある成功を。教育を通して社会と子供たちの未来に貢献したい。独立開業して自分の力を試してみたい。個別指導アクシスならその願いはきっと形になります。 個別指導、アクシス、フランチャイズの特徴。1、ご提案できる優位立地が全国に多数。2、教育企業40年以上の実績を活用した経営が可能。3、加盟前の研修期間は充実の1ヶ月。4、生徒20名まで ロロイヤリティゼ円開校した月から1年間のみ適用5開業資金調達サポートも万全三重県での開校は加盟金ゼロ円通常162万円税込み2020年3月31日まで教育の力で 地域活性に貢献。法人契約も推進しています。開業資金内訳。加盟金0円。開口支援費30万円。設備備品費150万円。広告宣伝費150万円。物件取得費等を含む総額の目安は550万円。 ただし物件規模等により多少変動契約タイプフランチャイズ契約期間5年以降1年ごとに更新必要な資金開業資金税別330万円から個別指導アクシス三重本部四日市市日長西 3の10の1347都道府県500校に向けて全県出校強化中フリーコール0120500-222フランチャイズ募集の詳細はこちらからアクシスオーナーで検索 県政だより三重の発行経費の一部に充てるため企業広告を掲載していますが内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。なお、掲載については広告掲載業務の委託先である株式会社ウィット電話072668-3275までお問い合わせください。